はい、どうも、海です。本日は、ゆるんだというゲームをやっていこうと思います。え、なにこれえ、縫い付けられてるのかなこれ。なんだろうこの、ゆるんだの上にある、なみなみのやつ。な、心電図かなえー、このゲームは、あの、よくあるフリーゲームの、えー、見知らぬ場所で目を覚ましてしまったから探索しようみたいなお話らしいんで、まあ、とりあえずやっていきましょう。どういうことだろうね ?BGM もなんか怖いし。ち目から。心電図ゆるんだ。ひもがゆるんだ。 どう言えるんだこのゲームはフィクションです。実在の人物団体事件などとは一切関係ありません。はい。です。ホラーなのかなホラーとは書いてなかったのよな。シの、シのちゃん。ズズズズズズグースか。んシの。おお、いいねいいね。RPG っぽいね。あー、かわいい。しのちゃん。え、かわいい。服かわよ。朝え、その服欲しい。 ちょうだいいつから寝てたんだろう思い出せないそも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 このさこっちの画面だとすごい男キャラに見えるここどこおあ動かせるはいまだぬるいこれはあ見れるねえー、っとアイテムもあるわけないスキルああステータスステータス はいはいはい。まあ、特にないよね、こういうのは。あ、何もない。はい。モフモフ。この後ろ姿がめっちゃ男っぽい。つかない。特に何もない。開かない。私、切れそう。よくわからない本ばかり。よくわからない本ばかり。あ、何もない。じゃあ、外に出ましょう。はい。あれはてな。開かない。なんでなんでちょっとセーブしとこう。そういえば。はい。はてな。開かない。 なぜえ、なぜなぜなぜ他何調べる全部調べたよね。あ、まだ。あ、ここも調べたよね。え、調べるとこないくない私、キれそう開かない。特に何もない。あ、あなんだなんだあ、2回目調べたら変わってる。何はてな。停電やめてよ。ホラーじゃないよ。ホラーってかい。うわ、なんかいた。あ、なんか。あ ゆるんだの、上にあった、あの、心電図みたいなやつ。レディース、レーン、ジェントルバーンテイナいきなり名前、えあ、テイ、ナ…え腰水ハテナ こ,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 こ、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 ここ良い限りのとと特別な特別テイナー賞へようこそおいでくださいました。たしました。えわた、わたくい限りの特別賞を進行させていただ。 まテイナーと申しますます。ささささて、今宵先の下準備の毎段階のと申しまして、よにもにも奇妙な秘術をお見せいたしますます。こここのお部屋、ななな、何の変哲もない、このお部屋に恐るべき恐るべき恐怖が起こるのであーります。まますます。よよよよく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 目を凝らしてくださいね。まま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 たきなど、言語道断ですです。なななにしろ、これはよい、今宵よい限りのたたいたいかいのテイナー。

ここ、こ宵いりの特別で、壮大な秘術はいかがでしょうか我々は、こ宵い恐るべきかやと飛び込んでしまいし、読みにくい、とても読みにくい、その変化は些細なものでしかしわれ、我々はただ確かにその腹渡へ誘いました。ま,あ、まさしく、今宵いりのテイナーショにふさ,ふさわしい脅威の技であることは、疑いの余地などありませんせん、脅威の技、そこそまさに、今宵いりの特別 にあるべきべきべテテイナーショーのメインを飾る技なのです,ですお分かりいただきましたかお分かりいただきましたかお分かりいただきましたか急に行けば、まさにコニにもう何言ってんのか全然読みながら分かってなかった。まさにまさにテイナーショーのショーもその。何テイナー。えっと、トト。何本当にどういうことえ、全く意味わかんなかった。 何が起きたいやマジでマジで何が起きたのマジで何全然意味わかんなかった長いしあドンん誰がドンってしたのドンドンドン開けて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 開いて開いて開いて開けて開い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 て開けて開いて開いて開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 て 開けよう今開けるよ絶対開けちゃダメだよこういう時あーらーでかっでかい女の子あらあかわいい普通の女の子ださくちゃんさくちゃんかわいい何その服めっちゃかわいいじゃんしのっちシノこんなところで会えるだなんて私たちやっぱり運命共同体ねそりゃ分からないけどでも会えてよかったさあしのっち、いつも通りギューしよう 本当サクちゃんだねゆりまさかのゆりぬぬつり橋効果が切れちゃったサクちゃんここはどこなのえ勝手に連れてきたの監禁さあそれよりシのっチお菓子とか探そううん確かにもっと見て回った方がいいかもサクの作詞の探検隊出撃さあ詞の作だもんあかわいい どっちでもいいけどいやでかいなシのさくちゃんでかくないサイズ感がおかしいふむこれは良いもふもふぬいぐるみが憎いわ死のってテレビ見るのうんこの前やってたおかおさかべ姫の話とかすごく面白かったよあー相変わらずわからないわわ <laughs> からんかいこの前あきちゃんと遊んだときに あ他の女の話じゃダメなんじゃないどうかした別に怒ってるダメね開かない叩いても蹴っても体当たりしても開かないわ壊しちゃったんじゃないかな脆いわねシノッチってどんな服好きうーんあんまり考えたことないやそうねシノッチなら何でも似合うものヒヒ <laughs> あんなくやさなくもあでも1個あげるとズボンの方が好きかも <laughs> あ似合うねズボンって感じするいやあサクちゃんゆりですね完璧シノッチこういう分厚いの読み切れる途中で疲れちゃうかも私もおいいね共通点私の部屋にはシノッチ本があるよ何シノッチ本ってどういうことなんか写真とか色々敷き詰めてんのかなうわ <laughs> ちょっと眠くなってきた一緒に寝る寝ないあー警戒されてるじゃあ寝よっか <laughs> じゃあ寝ようかここのぬくもりは私ここで寝たからあっ匂うううん最高よお、一通りまた見終わってまたテレビ見たらっていうのはないかはいえじゃあ外あ出れるようになってる出ましょう出ましょうさくちゃんは自分の棚に何入れてるそりゃあ日のみ家の,のトップシークレットよ あんまり触れない方が良さそう。詳しく聞いてこないかな話したいのに <laughs> 話したいんかい。自分で言っちゃえよ。おめっちゃ見れるね。さくちゃん、一緒に寝るああ、今、あれか、しのちゃんのセリフか。うん、絶対幸せにするわ。子供は三姉妹がいいわ。<laughs> 埋めない埋めない。でも今、あんま眠くないや。やっぱやめよう。<laughs> あの、サバサバしてんね。はい。携帯、ーター、机ね何もないわ。 ごちゃごちゃしてるよりはいいと思う。マーチンの机と来たら、ああ、しのっち後ろの席のそうね。マーチンって言うな。さくちゃん服のセンスあるよねえー。そうかなーあ。間違った。また読み方間違った。特にそのうさぎすごいガスえあうん。<laughs> うさぎ可愛いね。本当にこれ、私の部屋にはしのっち本があるあこれ一緒むむ。何かあったしのっちにはまだ早いかな。意地悪。 あ、エッチい本かなはい。シノッチって本読むのが好きなんだ。好きだよね。うん。読んでる、見ると面白いよ。この前見せたファティマの予言と、何それうーん、私には開かんないや。できと、シノッチ、あー、これ一緒ですね。はい。じゃあ次の部屋へ、レッツゴー。セーブして、レッツゴーしましょう。はい。こっち下。ほい。開かない。あ、開かないの。開かないんだ。 鍵とか3つおー結構広いね。はい開かない開かないんだ。開かない。全然開かない。さくちゃんは自分のために。あこれさっき言ってたね。はい。じゃあこっち行こう。おお広ステージ広ああ、足のッとこのままここで暮らしたい。どうしたの急に。別に。ま悪くないかもね。 空っぽ悪くないって言ってくれてるよ。何か飾ればいいのにね。私だったらシノっチの写真いっぱい並べ,られ並べるのになぜそれ自分嫌くないシノッチが嫌くないシノっチってテレビ見るのあはい一緒ですね。シノッチはお料理手伝ったりするの基本的に食べる専門。シノっチらしいわね。将来は私がいくらでも食べさせてあげるわ。ありがとう。おもういいよカップルになっちゃえ。 ああ、しのっちとこのまま、あ、一緒だ。はい。ごちゃごちゃ、整理すればいいのにね。クラスの男子もこんなのばっかりだもんね。確かに。へえ、この間お皿洗いやってたの。偉い。こういうコツコツでお小遣い食べて、いつかしのっちを養うのよ。わーい。<laughs> しのっち紐だ。この前、あきちゃんと遊、ああ、これ、嫉妬だね。はい。火って怖いよね。え、しのっち火嫌い 嫌いなわけじゃないよ見てる時、綺麗だしやだそんな照れるー火の話だよねあ、あれか苗字が火みたいな感じだったから水は出るみたいねよかった干からびるなんてごめんだものねえー、特にでもなさぎですねはい、下開かなそうあ、開いたこういう瓶とかって中身がすごく貴重なものに見えるわちょっとわかるかも だから本当に貴重な瓶にするために死のうちの汗をちょ <laughs> やべえやべえやだけどだいぶやばいヤンデレですねはいこれも一緒ステージ披露マジで、はい、開かない何を目指してるんだろう、はい、あ玄関かな開かないあ開いたそういえば今度音楽のテストあるんだよねこの子たち小学生かなそういえばそうだね ああ、私嫌い、苦手なんだよね。頑張れ。なんだか音符とかばっかり。楽譜ばっかりだね。つまんない。う、うーん、うまく開かない。一緒に弾いてみるえ、一緒に弾いてくれるのお、共同作業。それって愛の共同作業あ、でも、持ち手狭いね。二人じゃむしろ弾きづらいか。あ <laughs>、もう、冷静に突っ込み返される。さくちゃんは自分のたあ、はい、一緒ですね。はい。 誰かここで曲を弾いてたのかな多分そうよねどんな曲弾いてたんだろうシノッチってピアノ上手だったよねえへへえ,え,えそうなんだいいね昔どうしても動くベートーベンが見たかったから音楽室で見張ってたんだその時暇だったから練習してたんだよたまに先生も教えてくれたしあそうなんだすごい趣味だね動くベートーベンが見たいってはいえー、じゃあこっち見たっけ開かないかはい何これ 乗り心地よさそう。シノッチがこれに乗って私が引っ張る。それで世界一周でもしちゃう。<laughs> そこまでできない。未開の地、二人で眺める星空の星空のもと。二人は幸せな中央。<laughs> うーん、固いからやっぱ無理かな。<laughs> もう、あれ、死んだつ。お出た。えあら、外出ちゃったよ。大丈夫出ちゃって大丈夫だった。えー、なんもない。 どこなんだろうここマジではいとりあえず住めるから道なりに沿って行ってあなんか変わった公園だねちょっと遊んでいくうーんいいや委員会すごく静かだよねほんと世界にしのっちと2人っきりみたい普段からこうならいいのにそれは寂しいそっか ねえのっうん古角本当に今私たちだけだと思わない私たちだけうんお母さんもお父さんもおばあちゃんもあきちゃんもまー、あ、ちゃんもささきくんも先生もみんないないのうんなんでなんでなんで二人だけの世界になっちゃったの大事件だ今世紀最大の大事件よ名探偵の出番だね原因はズバリ何でしょうメンターって うぬぬぬぬうぬぬぬあ可愛いこの口膨らませてんのズバリえー、ここでも選択肢これは明日何かある世界は滅んだ言ってみるなんとあっけない最後だったねでもでもなんでだろうやはりエイリアンエイリアンなのかなタイムパラドックスかももももも,もまな何でもいいやシノッチと打たりきりになれたんだもの あまり浮かうかしてられない。もしかし、ああ、もしかしたら敵がいるのかもしれない。おやつと武器を確保しなきゃ。おやつと武器おおなになになになんかゾンビゲー始まったあ、さくちゃんこんな格好してたんだ。なんか、囚人服の緑版みたいな。それもそうだ。これより先は苦難の道。え、やっぱかわいいね、あのしのちゃん。関係ないね。私としのちがいるんだから。 しのちは私が絶対に守るよエイリアンだろうがヴァンパイアだろうが倒してやるさくちゃん守られてばっかは性に合わないえへへ行こううんおあ終わった終わっちゃったよまええー、こんな終わり方かあれかえでも演技なんだよねこれは本当はそんな世界じゃないんだよねえー、じゃあ結局何だったんだろう サバイバルエンド1。はってなだよね、そりゃ。え、出てこないよね、急に、ゾンビ。あー、え、ゆるんだっていうタイトルとどうつながってんのかよくわかんない。え、じゃあ、ちょっと、これエンディング結構分岐あるっぽいんで、エンド5ぐらい。ちょっと、もう1個ぐらい見ていきたいんですけど、ちょっともうちょっと先でセーブすればよかった。はい、ここでセーブしよう。はい、セーブ、はい。 で、なんかまださ見てない部屋もあったもんねだってはいじゃあ次はもう上からやっていこうと思うんでこれは夢にしましょうこれは夢夢だって間違いないほっぺたつねえれば多分起きるさすが名探偵でもせっかくの2人きりだしなまだまだあんなことやこんなことやはてなさくちゃんつねてみようかえしシノちチがつねてくれるのうんいいよ やったぜひぜひ <laughs> ひねってひねってひねってつねってじゃなくて。ああ、痛い,いねー。ド M だ夢じゃない次はシナッチのほっぺた。むぐ、痛い,い。ああ、このプニプニのほっぺた。寝顔くばずっといじくり回したい。むぐむぐ、おい、えい、ー、おーい。ああ、痛いたよー。お互い引っ張り合ってるってことが。ええー また、終わるんあなんか声聞こえなかった今あ夢だったんだやっぱりええー、朝エンディングによってそのエンドになるのかな夢だったしさっきは世界の終わりみたいないつかで寝てたんだろう思い出せないうさちゃんのぬいぐるみああれそれがもしかしてさくちゃんじゃないうさちゃんまあいいか 違ううさちゃんだもんだってえー、どういうこと怖い怖い怖い全然謎が分かんなすぎてえー、ちょっとめっちゃ気になるけどあ夢落ち夢落ちなのか えー、めっちゃ気になるけど、ちょ、いい時間なんで今日はここで終わろうと思います。また次回ね、続き、えー、やっていこうと思うんですけど、次全部エンディング解消したいと思います。えー、不思議。全然どういうことかわかんないし、タイトルの意味もよくわかんないからね、えー、次回、えー、回収できたらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。では、またねー。